20組のカップルが4つのグループに分かれて演技を行っておりますアイスダンスフリーです。第3グループの演技が続いておりますが、リンクに登場しましたのはフィンランドのカップルです。ラカモココ、昨年は13位ですが、今年は飛躍的に順位を伸ばしまして7位でこのフリーを迎えています。平松さん、ちょっとダンスでは珍しいですね。非常にユニークな滑りをしますね、はい。世界選手権に初登場したのは1987年で、その時は20位、一昨年も20位という低迷だったんですが、昨年飛躍的に順位を伸ばしまして13位、そして今年は堂々とベスト10に入って最後のフリーを迎えています。活躍してる、特にフランスで活躍してるバレエ の、 振付師の振付なんですね。ですからちょっと非常に変わってますね、今までの生き方に。杉田さん、前半は何か非常にこう体のキレを使ったプログラムという感じがするんですが。そうですね、アイスダンスの場合にはその曲のですね、はい、持っている性格をいかに表現するかということは大事なんですね、そういう面では非常によくプログラムができてますね、はい。してますね、昨シーズンから、はい。何かこう恋人の複雑な心理を軽演劇に移し替えたという、そんな印象もあります。ラカモココの演技でした。